はい、どうもいっチャンネルの井原コーチことランランコーチです。イエーイ、今日も元気なお友達。はい、はい、じゃあそれではなんと今日はですね、サッカーに必要なコーディネーショントレーニング、コーディネーションですよ、コングラチュネーション、おめでとうございますで違いますよ。コングラチュネーションがね、違いますよ。英語ですからね、英語でおめでとうございますっていう意味ですけどね。いいですか、今日やるのはコーディネーショントレーニングって言って、サッカーが上手になるための動きをたくさん練習、頑張っていきたいと思います。いいですか、はい。さあそれでは早速やっていきたいと思います。まずは後ろにある、今日はここにあるサッカーボールがあるんですけど、今日はなんとサッカーボールには触りません。サッカーボールに足で触らないで、じゃあ一番最初は簡単です。トレーニング一つ目はサッカーボールの周りをそのまま走って回るっていうのをやっていきたいと思うので、じゃあランランコーチと一緒に3周一緒にやってみましょう。いきますよ、はい、1、2、3、頑張れ、3、じゃあ反対にも1、2、3、よーし、できた、お友達、はーい、はい。じゃあそしたら今度は、じゃあこのサッカーボールの周りをじゃあケンケンで回るっていうのを頑張ってみましょう。じゃあまた3周行ってみたいと思います。いきますよ、はい、1、さあ頑張れ、2、さあと1周、3、じゃあ反対の足でも1、2、さあと1周、3、はい。それではできた、お友達、アップですよみんな。じゃあボールのそのまま横に立って、ボールから遠い方の足をバッテンして、反対の足を戻す、バッテン戻す、バッテン戻す、バッテン戻すってやっていくんだけどね、しっかりできるお友達はバッテン戻す、バッテン戻す、バッテン戻す、バッテン戻すって頑張ってみましょう。じゃあランランコーチと10回一緒に頑張っていきましょう。いきますよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はーい、できた、お友達、はーい、はい。じゃあそしたら今度はボールの後ろに立って、そのまんまボールを触らないように後ろから丸を描く、丸を描く、丸を描く、丸を描くっていうのを、じゃあランランコーチと一緒に10回頑張ってみましょう。いきますよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、できた、お友達、はい。さあみんなお疲れ様でした。さあじゃあ最後2つやったやつ、1つ目にやった足をバツ戻すっていうのがステップオーバーって言います。でそのまま後ろから丸を描くのを、これはシザースっていうからね、みんなね。でこれちょっとね、間違いやすいね、技なので、ちょっと今日一つ覚えてください。ステップオーバーはボールをね、しっかりこのボールの動き覚えてね、ね、そのまま足の動きね、そのままね、ボールの前から通す、前から通すのがステップオーバーです。でそのままシザースはボールの後ろを通ってから前に来る、後ろを通ってから前、後ろを通ってから前、後ろを通ってから前っていうのがシザースですのでね。なので今日はこの2つの足の動きの違いをぜひみんな
ね、たくさん覚えて、そしてお家の中でもう10回、いや100回、いや1万回、いやもう1億回、もうとにかくいっぱい頑張って、もっともっとサッカーが上手になれるように頑張りましょう。じゃあみんなもっとサッカーが上手になれるように頑張るぞ。おー。